驚いたでしょ。驚きました。本日のゲストは、はい、三本螺旋艦工業代表取締役社長味岡友和さんに来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。社長が答えてくれる。社長が答えてくれます。機密性があるっていうところで、はいはい、バネとそこが違うよっていう形で説明します。まあ伸縮管釣り手という言い方であったりとか、弊社ではベローズっていう形で呼んでるんですけれど、知らない方には金属の蛇腹っていう形で説明したりします。電車のところの次つなぎ目のところなんかもこう蛇腹になってたりとか、安定性のある配管ってことですね。そうですね。振動の吸収、振動の吸収であったりとか、熱膨張の吸収と配管のズレの方ですね、Y 変異の方でも使っていただいたりとかで、主に使われる業種なんかでいくと、例えば食品会社のところとかプラント関係であったりとか、医薬で、うちの会社ですごく多いのが研究所とか開発関係は大学で言えば55大学と取引してたり、研究所も28、なかなか多いじゃないですか。一番小さいやつでいくと内径ですね。内径が15、内径が15ミリ、15ミリから一番大きくて内径850まで。850が850ですね。850かな。人間何人入れる。まあ内径32からでしたら、弊社の方は1ミリ単位でお客さんの好きな寸法です。うちではこう多能工っていうのをすごく取り入れてるじゃないですか。はい、その辺も大きいと思うんです。そこが一番やっぱし大きいですね。納期に関してはもうどこの企業にも負けないぐらい自信を持ってます。はい、実際弊社の方は1個からできますよってさっき、ってびっくりされます。でも方法で耐久性がいい柔らかいベローズの方が、製作することができます。あとはこう山高が高いっていうところもあります。はい、ベローズの山がこう高いってことですね。そうですね。さ、まあ、そう、もうなんかアコーディオン的な人の手でこう伸び縮みさせることができるっていう形で、見た目では全然柔らかさってわからないんで、よく展示会とかでもお客さんにやっぱり触ってもらって、そうですね、この柔らかさを、現場の人なんかは特にこんだけ柔らかいんだったらメンテもすごくしやすいねとかっていう形で、はいはい、まあ板厚でやっぱ先変わるって言いましたけど、うちでは何層っていう、1から4層までできるんですかね。はい、こういった形で4層ベローズまで弊社の方は製作することできますね。はいはいはい、この4層にすることによってメリットはどういうところに現れるんですかね。まあ、例えばコンマ6、1枚で絞ると硬くて全然動かないんですけど、はいはい、コンマ2のやつを3枚を重ねた上で成形してってことですか。そうですね、はい、同じコンマ6でも全然柔らかさが多層にすることによって柔らかくて、コンマ6と同じぐらいの耐圧に耐えれる、高圧のところでも柔らかいもので、はいはい、耐久性とか、が全然違ってくるんで、電話帳ですね、電話帳みたいなああいった分厚い本ですね、はい、が1枚の紙でなると絶対曲げれないと思うんですけど、はいはい、ページがいっぱい入ってる層になってると、こう実際本って曲がりますよね。そう、層にすることによって柔らかくできるっていうようなイメージを、で厚みは一緒っていう形で、はいはいはい、それを生かしてこの多層ベローっていうのを作ってるってことですよね。はい、